YouTube の生放送が多くの人に使われるようになりました。Google Hangout Live。これ使い方は自由です。Google YouTube のものだから、みんな勝手に使えばいいと思いますけど、見てもらえるライブ、それをやるのでしたら、少し工夫が必要ですね。何かを守ればいいですね。Hangout って言うと、複数人が参加できます。下にちっちゃい窓が出て、最高9人まで一緒に生放送を楽しむことができますけど、雑談って言われるものが多いですね。みんな普通に、 話してるそのコンテンツはあまりライブとしては面白くないですね。まあ何かスペシャル企画として年に1回とかスパイス的にやるんでしたらいいですけど何回もやってると飽きられる要素がありますね。そこになぜだと言われると雑談そこに参加しないと面白くないです。それを見てても面白くないですね。じゃあ一人でやればいいのか。まあもちろん一人でトークをやるのそれもいいですけど複数人に集めることもできますね。で現に このパネルディスカッションとか、テレビのトークショーでゲストを呼ぶ、楽しいです。それのトークのゲストショー、それと、最近の雑談ライブ、何が違うんだまずトークショー、パネルディスカッション、必ずホストと呼ばれる、中心人物がいます。それ呼ばれる人はゲストですね。まず、ホストが話します。ホストが話して、それゲストには話を振ります。質問を振ります。それで初めてゲストが話して、 ゲストが話し終わったらまたホストに戻る。こういう組み立てになってると楽しいですね。ライブの主催者。その人がホストになって、それハングアウト形式でライブをやるときは、誰がホストなのか、誰がゲストなのか、それを決めとく必要がありますね。そうしますと、その雑談のダラダラ感、あと雑談に参加できないとつまらない。そういう感じがなくなりますね。もし雑談形式でライブをやられてる人、ホストとゲスト形式。 それに変えてみると、もっと面白くなるのかなと思いますね。ちなみにあの、ラジオヤジさんと、私と、ムネさん、偶然3人でライブになってしまったことがありますけど、あの時、あの雑談にならずに、そのラジオヤジさんが、ホッソになってくれて、2人に振ってくれたから、まあ、偶然面白くなりましたね。それ、なぜそれできたかと言いますと、ラジオオヤジさん、ラジオが好きだったからですね。でこのことから、何かライブやるとき、 テレビのトークショーとかパネルディスカッションラジオのゲストが呼ばれるような番組そういうものを何とか聞くといいと思いますねホストが話してそれに対してゲストが受け答えをするゲストが一人で話す時にはゲストに振ってからゲストが話すそういう流れができてるはずですライブを定期的にやりたいと思ってる人その人はテレビとかラジオそれのトークショーとかを見てみてください あとはライブですと非常に本音が出てしまうところがありますね。人って悪口とか言いたくなる動物です。でもライブで人の悪口言ってはいけないです。絶対に出してはいけないですね。オンデマンドですと後の編集でやり直すことができますけど、ライブは今話したこと、そのまま出てってしまいます。聞いてる人の頭の中に焼き付きます。もう取り返しがつかないですね。人の悪口、絶対に言わないでください。神経質になってください。 それ悪悪口を言うと自分まままで悪くなってしまいますね。それ最後にライブの目的なんですけどライブは人を楽しませるものですね悪口を言って毒を吐いて人を悲しませる人を怒らせるものではないですだからやめてくださいライブは人を楽しませるものです